ちょっとあった？おお、気がついたか。ちょっとこれ、一体何なのよ。何って、怪我人なんだから包帯くらい巻かなきゃな。これが怪我人の姿か。助けられて文句言うな。明日になったらさっさとメイズたちと合流だ。もう面倒をかけるなよ。ダメだ、このままじゃ。ん？訳ありってことか。メデューサは仇なんだ。仇？仇ね。誰の仇だか知らねえが、昔の話だろ。敵討ちだなんてお前の柄じゃねえぞ。昔の話か。もう10年も経つのか。私とメデューサがあの山奥の道場で修行に明け暮れていた頃から。私がどんなに上達しても、メデューサはいつも私の上にいた。私はいつもメデューサの背中ばかり見ていた。けれど、それがまるで永遠に終わらない鬼ごっこのようで、結構楽しかった。またメデューサの勝ちか。攻め口が甘いわね、ソリュード。私が上達する分、メデューサも同じように強くなったんじゃ、いつまで経っても勝てないよ。だったらいつまでも追いかけておいで。え？私はもっともっと強くなる。私を追いかけてくれば、ソリュード、あなたもどんどん強くなれる。だからいつまでもどこまでも私を追いかけておいて。あなたを強くしてあげられるのは私だけ。さあ、ソリュード。いつまでもどこまでも私を追いかけてきて。思えばあの日、メデューサが私を抱きしめたあの時から、彼女の中の歯車が狂い始めたのかもしれない。それまで。強くなるためには手段を選ばない。そんなメデューサを嫌って、仲間たちは次々と道場を去っていっちまった。気がついたら、メデューサと私だけさ。メデューサの欲望はとどまるところを知らず、ついに自分を育ててくれた司祭も手にかけてしまった。どうして、どうしてメデューサ、どうして師匠を。強くなるためだ。メデューサ、メデューサ。
ソリュード、お前は私に刃を向けた。たった今からお前は私の敵だ。メディウス、どうして今頃。朝か、やっぱこうなるか。そう、ソリュード覚えてろ。ったく、ちゃんと治療しなよ、アスター。誰の仇だか知らねえが、昔の話だろ。仇討ちだなんてお前の柄じゃねえぞ。そういうわけにはいかないのさ。ソリュード、お前は私に刃を向けた。たった今からお前は私の敵だ。私は、私に刃を向ける者は決して許さない。一つだけ教えてあげる。最後の一本は必ず残しておくこと。生き延びたければね。メデューサ！ただし忘れるな。今日からお前は私の敵だ。次に会った時、私はお前を必ず殺す。あの時、メデューサが引き金を引いていたら、私は確実に死んでいた。自分の仇を黙って見過ごすほど私は甘くないんだよ。メデューサ。いくらなんでもあれはやりすぎだよ、メデューサ。何もとどめを刺すことはないじゃないか。強くなるためには必要なことよ。そんな。ソリュード、あなた師匠を殺せる？え？私はできるわ。それで死を超えた力が手に入るのなら。そしてあなたは死を